はい、おはようございます。帝国になりましたので、これから本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は15名で定数に達しておりますので、会議は成立しました。本日の議事については、お手元に配布した日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第一、一般質問を行います。質問の順序は通告順とし、質問時間は答弁を含め60分以内としますので、ご協力のほどお願いします。議員各位に申し上げます。一般質問は会議規則第61条第1項に規定されているとおり、町の一般事務について質す場であります。したがって、町の一般事務に関係のないものは認められません。また、一般質問は町長の個人的見解を質す場でもありません。議員各位におかれましては、十分にこれらのルールを遵守していただくことを求めます。次に、執行部各位に申し上げます。能率的な議会運営の観点から、質問に対し、簡明に答弁されますようお願いします。なお、議会基本条例第5条第1項の第3号の規定により、執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問等に対し、反問する場合には挙手の上、反問したい旨を述べた後、議長の許可を得てから反問してください。はじめに、15番、上井和美君の一般質問を行います。はい、15番、上井和美君。15番、上井和美君の質問を許します。登壇願います。皆様、おはようございます。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。不登校対策の中で、児童生徒と保護者の支援について伺います。文部科学省の調査によれば、2021年度学校を30日以上欠席した不登校の小中高生は約30万人で、過去最多を更新。特に小中学生の人数は24万4940人で、前年度から4万9000人近い25% 増加となっています。内訳は、小学生が81,498人、中学生が163,442人でした。不登校の小中学生は9年連続で増加しており、10年前と比べると小学生は 3.6 倍、中学生は 1.7 倍に増え、特に中学生は20人に1人が不登校となっています。そのような事態を踏まえ、文部科学省は本年3月末、不登校の総合対策、心プランを新たに策定いたしました。誰も取り残さない学びの保障へ向けた不登校対策の支援であります。不登校特例校の増設や保護者への支援などが明記されています。子どもが不登校になる理由は様々で、特定は難しいのですが、大切なのは不登校の原因を探ることよりも、子どもの今のままを認めることであると専門家は話しています。また、その保護者においては、我が子が不登校になった責任を感じて自らを責めてしまうというケースや、誰にも相談できずに孤立する場合があるといいます。それがとても心配であります。このプランでは、1、不登校の児童・生徒すべての学びの間の場の確保、2、心の小さな SOS を逃さず、チーム学校で支援をしていく、3、学校の雰囲気を
見える化し、安心して学べる場所にの3つの柱を掲げています。一方、保護者への支援も強化。相談窓口の整備やスクールカウンセラーらによる支援を進めております。これらの対策について、文科省は今すぐできる取り組みから速やかに実行するとし、全国の自治体や教育委員会などでの取り組みを求めているところであります。23年度予算では、自治体による不登校特例校の設置促進など、不登校対策に約85億円を盛り込み対策を進めております。不登校の対策は待ったなしであります。子どもたち一人一人に光を当て、誰一人置き去りにされない教育の実現に向けて、各自治体で全力で取り組んでいく必要があると考えます。そこで以下の点について質問をいたします。不登校の子どもを支援していく上で、その保護者に対する支援が大変に重要であります。当庁で保護者が一人で悩みを抱え込まないように取り組んでいることは何か。また、保護者の会などの集まりに、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーがコーディネートを行うなどの取り組みについてはどうか。2. 教室に行きづらくなった児童生徒が学校内で落ち着いて学習できるよう、スペシャルサポートルームなどの場所の設置や拡充をしてはどうか。また、通級指導教室に通うなど、落ち着いた環境で学校生活を送ることができる取り組みについてはどうか。3. 一人一台タブレットを活用している中で、健康観察と心と体の変化を見るなどの取り組みはどのように行っているか。4. 学校の風土と欠席日数には関連を示すデータがあります。不登校対策の一環として、学校運営にあたり、例えば校則の見直しや授業の改善などに、児童生徒が主体的に関わる取り組みはどうか。以上の4項目についてお伺いをいたします。はい。それでは、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい。教育長、立原修一君、登壇願います。おはようございます。一般質問1日目よろしくお願いします。それでは、上議員の不登校対策についての質問にお答えします。1点目の、保護者が一人で悩みを抱え込まないよう取り組んでいることは何かについてであります。不登校児童生徒の保護者への支援については、保護者が抱く不安に寄り添った相談体制を築くことが重要であると考えております。担任や生徒指導主事が家庭訪問などの際に相談に応じ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携を図りながら支援に当たっております。また教育相談センターでは、指導員が電話や来所での相談を随時受け付けており、適応教室安らぎの園に通所している児童生徒の保護者とは定期的に電話、相談や面談を行っております。保護者の回答の集まりに、スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーがコーディネートを行うなどの取り組みについても、心理的不安の軽減につながるものであり、実施の方法等を検討してまいりたいと考えております。2点目の、教室に行きづらくなった児童生徒が学校内で落ち着いて学習できるスペシャルサポートルームなどの場所の設置や拡充をしてはどうかについてであります。中学校においては、令和2年度から校内フリースクールを設置し、町で配置している不登校対策指導員が生徒の支援に当たっております。小学校への拡充についても検討してまいりたいと考えております。通級指導教室は、
学習障害や情緒障害など軽度の障害のある児童生徒が障害に応じて個別に指導を受ける教室となっております。入級希望の相談については各学校で個別に対応しております。3点目の一人一台タブレットを活用している中で健康観察と、心と体の変化を見るなどの取り組みについてであります。昨年度から中学校においては生徒がタブレット端末から24時間登校可能なオンライン窓口の運用をはじめ相談体制の充実を図っております。また日々の健康観察や保護者からの欠席の連絡はスマートフォンのデジタルアプリを活用しております。タブレット端末については今後も活用の幅を広げていきたいと考えております。4点目の不登校対策の一環として学校運営にあたり例えば校則の見直しや授業の改善などに児童生徒が主体的に関わる取り組みはどうかについてであります。不登校の未然防止については児童生徒が主体的に取り組む活動を通して学校に来ることが楽しいと感じられるような魅力ある学校づくりが重要であると考えます。各学校においては校則の見直しや各種行事において児童生徒が主体的に関わる場面を設定し主体性を育む取り組みを進めております。また日々の授業においても児童生徒が自らの学びを実感でき自らの成長を確かめるような授業づくりに努めております。以上でございます。はい、15番上井和美君。はい、まずチーム学校による支援として、各課各関係機関が連携することが非常に大事かなというふうに考えております。それが、SOS の早期発見へつながるということですけど、先ほどの答弁の中でも、担任や生徒指導主事が家庭訪問の際に相談に応じていると。でスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの連携を図りながらというふうにありましたけれども、これはこの連携は具体的にどのように行われているかお尋ねいたします。指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。不登校の要因や児童生徒が置かれている状況は様々であります。心因的な要素が大きい場合はスクールカウンセラー、福祉的な支援が必要な場合はスクールソーシャルワーカーや子ども家庭科と情報共有をしながら定期的にケース会議等を行い支援に当たっております。以上です。はい、15番上井和美君。分かりました。保護者の会など、そういうところにスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカー、先ほどのおっしゃった専門家が来てくれるっていうことは、これもちろんありがたいことなんですけども、その専門家だけではなく町職員や教育委員会からも参加してもらうというのはどうかというふうに、これは保護者の方から意見が出ている内容なんですけれども、お互いにこう意見が言える場があるということで、保護者と行政の意思疎通が保護者の孤立を防ぐという安心感が生まれると思うんですけれども、その点に関してはいかがでしょうか。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。もちろん行政の立場で、保護者の方から意見を伺ったり、あるいはこちらからさまざまな支援についての情報提供をさせていただくことが保護者の不安の解消につながるものと思いますので、前向きに検討してまいりたいと考えております。以上です。はい、15番上井和美君。はい、保護者の方にとってはなかなか
まあ、切羽詰まった状態になったとしても教育委員会まで足を運ぶっていうのはかなり敷居が高いというお声がありましたので、そのように会の中に入っていただくと非常にありがたいなというふうに思っています。で、今回まあ不登校のお子さんを持つ保護者の方々に聞き取り調査をさせていただきました。で、まあ、たくさんあるんですけど、ピックアップして話、お伝えしますけれども、親の会をもし、まあ、立ち上げる、いろんな親の会がいろんなカラーがあっていいのかなと思うんですけれども、まあ、親の会を立ち上げる場合の、なんか要望に関してということで、これは町のメールや各学校のスクリレアプリですね、それで会のお知らせを出すような形で作ってもらいたい。あと当事者の気持ちがこう癒されるような、寄り添える、どんな状況でも柔軟に対応していただける会を作ってもらいたい。で、まあ、親が肩身が狭くなったり追い詰められない場所として設置してもらいたい。悩みを相談したり、まあ、リフレッシュできる会としてもらいたい。これが親の会を立ち上げる要望の、まあ、ちょっと主なものなんですけど、あと学校に対する要望っていうのもあります。行きしぶりや不登校になり始めの頃には保護者は一番不安だっていうふうに思うんですけれども、カウンセラーやその他の相談窓口、まあ、教育委員会も含むんですけれども、の案内とか、まあ、校内で過ごす場合のさまざまな提案など、いろんな選択肢を、まあ、提示をしてもらうとありがたいというふうに思うの話がありました。で、個々にあった柔軟な対応、まあ、10人いたら10人とも違いますので、その個々の対応に寄り添ってもらいたい。で、学校に来てほしい、ぜひ学校に登校するっていうようなことが前提の対応になっている気がする、ね、そうではなくていろんな選択肢を出してもらいたいということもありました。で、不登校で、まあ、肩身が狭い思いをせずにいろんな状況の生徒に対応してもらいたい。また不登校も完全不登校、登校しぶり、別室の登校など、まあ、形もいろいろあるんですけれども、なかなか難しいとは思うんですが、まあ、先生方は本当に一生懸命やってくださるっていうのは重々分かっている中でも、やはりちょっと声を聞いてもらいたいということがありました。あとは学校と家庭以外の第三の場所はみんなが求めているものが違うので、まあ、フリースクール以外にも選択肢が増えるように、例えば放課後デイサービスや学童、学習塾、あと図書館、そういうところにも学校に行ってる時間は利用できないと思うので開放してもらったり、まあ、登校させようとせずに見守ってくれるサービスが欲しいという声がありました。で、またその他の中で不登校の親の会があれば、まあ、資格がない方でもそこに短期のバイトとして雇ってもらうなど、まあ、お互いによその子を見守り合うというのもどうかという声がありました。そういったことから、まあ、こういった話が直接話ができるといいなというふうに私も感じていた次第であります。で、次に町内の3中学校の校内フリースクールに配置されている不登校対策の指導員の人数と、その資格のどんなような資格の方が受け持っておられるのかお伺いをいたします。はい、はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。不登校対策指導員につきましては、現在のところ各中学校1名ずつの配置をしております。個別の対応が必要な生徒への支援や、まあ、保護者からの相談に乗ったり、あとは教職員へも指導助言を行ったりしますので、経験豊かな職員の配置を行っております。現在のところは参考ともすべて校長の経験者を配置しております。以上です。はい、15番上井和美君。はい、わかりました。先日町内3中学校のフリースクールの中で
朝日中学校のフリースクールを見学をさせていただきました。で、まあ、ゆったりと図書館の中で読書をしたり、タブレットをしっかり聞きながら操作したり、まあ、勉強したい人には教える体制、数学を教えますってさりげなく看板があったりとか、そういうふうな体制が本当に居場所を、一人一人に応じた居場所を提供されているのがよく見えて取れました。で、全中学校の校内フリースクールを利用する、まあ、生徒の現状と今後の在り方は、まあ、どのように考えていらっしゃるか伺います。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。校内フリースクールにつきましては、ほぼ1日そこで過ごす生徒や、1時間だけ、過ごす生徒、まあ、時々利用する生徒、それぞれの状況は異なっております。まずは生徒がこう自立を目指し安心して生活できる居場所としての活用を考えております。また生徒の状況を考え、まあ、要望等があれば学習の支援についてもタブレットを使って個別に学習を進めたり、また教室の授業の様子を動画で配信して、まあ、別室でこう授業を受けたりすることができるように、そういった活用も考えております。以上です。はい、15番上和美君。はい、ありがとうございました。まあ、発達障害と少し障害をお持ちの方が通う通級指導教室なんですけれども、そこに不登校の生徒の方が時たまでも構いませんのでこう通うことについて、まあ、入級希望の相談について、各学校に個別に対応しているというふうにありましたけれども、その考え方と具体的な事例があったら教えていただきたいと思います。ただいまの質問に対する答弁を求めます。指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。通級指導については、校内の教育支援委員会で、児童生徒の状況を踏まえて、通級の可否を判断いたします。また、通級には保護者の方の通級希望書というのが必要になっております。不登校の児童生徒が少人数の学習を希望する場合は、まあ、いわゆる保健室登校等と同じで、まあ、学校に慣れるまでの期間を決めて対応するということは可能だと考えておりますが、まあ、それぞれの学校通級がこう、はい、開設されてない学校もありますので個別での対応になるものと考えております。以上です。はい、15番上和美君。はい、ありがとうございます。これは保護者の方から受けた内容でありまして、もしそういう要望がありましたら受けていただければというふうに考えております。で、先ほど、まあ、生徒がタブレット端末から24時間登校可能なオンライン窓口の運用を始めたというふうにおっしゃっていましたけれども、具体的な内容についてお尋ねします。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。生徒の一人一台端末タブレットのデスクトップに今オンライン相談窓口のショートカットを作成しまして、まあ、いじめや虐待、そういった生徒からの SOS、 これがいつでもこう書き込んで発信できるようにということを行っております。書き込みについては教職員が定期的に確認をして、原則即日に対応するようにしております。以上です。はい、15番上和美君。いろんな機器を使いながら、まあ、即座に対応できる体制を、まあ、これからも取っていただきたいというふうに思うんですけれども、スマートフォンアプリのデジタルアプリを活用しているというふうに先ほどありました。このアプリスクリで、アプリについては事前にお聞きしたんですけれども、小中学生のお子さんがいない場合は初めて知る方も多いかと思います。健康観察や、まあ、保護者からの欠席の連絡もこれによって非常に
気持ちも負担が軽くなり、時間の短縮にもなる有効な手立てではないかなというふうに考えるんですけれども、これについての具体的な活用事例をお尋ねいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。スクリレというアプリは、学校と保護者の連絡手段をデジタル化するアプリとなっております。学校が配布する手紙、まあ、いわゆるお便りを電子データで直接保護者のスマートフォンの方に送信いたします。確実に保護者へ届けられるだけではなく、こう必要な時にこう確認できるようになっております。手紙類をこう印刷配布する、まあ、教職員の負担軽減、また紙やインクの経費削減にもつながっております。またこれまで電話や連絡帳で行っていた出欠席や検温等の健康状況の連絡もスクリレで個別に行うことができるようになっております。不登校の保護者の方はこう毎日の欠席の連絡を学校にするのがこうストレスになっている、そういうような声もお聞きしますので、そういったところの軽減にもつながっていると考えております。以上です。15番上井和美君。分かりました、ありがとうございました。各学校の校則の見直しや学校行事に児童生徒が関わり主体的に取り組むことをやっているというふうにお聞きしました。その具体的な内容についてお尋ねいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。校則の見直し等につきましては、児童生徒のアンケートを定期的に取りまして、まあ、それを学級や、まあ、生徒会等で話し合いを行い、まあ、見直しの方を行っております。最近では中学校の方で靴や靴下の色などの見直しを生徒の意見を取り入れながら行いました。また現在 LGBT に配慮した制服の見直しについても行っております。各種行事についても児童生徒が主体的に関われるような取り組みの方を進めております。現在山中学校の方無事に今年度修学旅行の方を終了しまして、小学校でもこれから宿泊学習等を行っていきますが、その目標を決めたり持ち物や工程、こういったものも児童生徒がこう実行委員となり主体的に取り組むことができるように学校の方では進めております。以上です。はい、15番上井和美君。はい、ありがとうございます。これは非常に大事なことではないかなというふうに思います。居場所づくりで ここにどうぞっていうふうにやるばかりではなく、何か学校のために手伝ってほしいということを頼まれた場合、児童生徒は非常に嬉しい気持ちになると思うんですね。でまた自分の声が校則やその学校運営に反映されたときには、自分も学校のその一員だなっていう気持ちが高まってまいりますので、これからもそういった試みを生徒と一体になって、児童生徒と一体になってやっていただきたいなというふうに思っております。でまた日々の授業の中で児童生徒が自分で学びをこう実感できる、で自分の成長が確かめられるようなそういった授業作りをしていただきたいと思うんですけれども、そういうことをやっていらっしゃるかどうかお尋ねいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。学校生活の7割は授業になっておりますので、やはりこう楽しく分かる授業というのが不登校の未然防止にもつながるものと考えております。阿見町では全ての小中学校におきまして、阿見町の授業スタンダードとして
学習課題の工夫と授業の振り返りの充実、この2点を重視した授業作りを行うように指導助言の方を行っております。学習課題の工夫は児童生徒の主体的な学びにつながります。また授業の終末場面におきまして、児童生徒が自らの学びをしっかりと振り返る時間、これを確保することで、この1時間の授業で自分はどんな力が身についたのか、どんなことができるようになったのか、しっかり認識することができますので、次の学びにつながっていくものと考えております。例えば隣の席の児童生徒同士でこの1時間の授業でどんなことが分かったかを伝え合ったり、互いの良さや頑張りを認め合う場面を意図的に設定することで自己肯定感も高まりますので、自己肯定感を高めていくことも不登校の未然防止につながるものと考えております。以上です。15番、上井和美君。おっしゃった通り、やはり自己肯定感が低くなってくると、どうしても表に出て行きたくなくなるっていうのは、これは大人も同じかなっていうふうに感じているんですけれども、この授業の中で最後に振り返りをするっていうのはすごくいい試みだと思います。本来は授業が終わってそのままベルが鳴って家に帰ってから復習する、だいたい家に帰ってしばらくするとこうちょっと記憶も薄れて忘れてしまうっていうようなことになると思うんですけど、その授業の中で最後にその締めくくりをするっていうのは非常にいいことだと思います。それはいつ頃からスタートしたものでしょうか。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。教育委員会の方で学校の方を訪問しておりまして、5年前ぐらいからやはりこう授業の中で最後の授業の場面がこう流れてしまったりするようなところが見受けられましたので、やはり議員のおっしゃるように1時間の授業でこう何が身についたかを子どもたちが実感できるようにしていくということで進めております。以上でございます。はい、15番、上井和美君。非常にいい試みだと思いますので、このように継続していただきたいというふうに思っております。では最後になりますけれども、以前までは不登校といえば何としても学校に行かせなければならないと親も周りもそういうふうに焦っている気持ちがあったりしましたけれども、こうあるべきというイメージ、これが強かったっていうのが今まで の時代でしたけれども、これからは多様性のある生き方としてその人らしく歩んでいく、選択肢がたくさんあるんではないかと考えます。一人一人にとって何が一番充実した人生になるかをたくさんのいろんな目で見守りながら育てていくことが重要ではないかなと感じています。親も教員も地域も皆が一人一人の子どもの心をこう信じて、で誰一人置き去りにしない社会をみんなで作っていきたいというふうに決意をしているところであります。で不登校についてはこれからも継続して見守っていきたいというふうに考えています。以上でこの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、15番、上井和美君。はい、それでは次の質問に移らせていただきます。手話言語条例の制定についてであります。手話は独自の語彙や文法体系を持ち、指や手、顔の表情、体の動きなどを使って表現する目で見る言語であります。我が国の手話は明治時代に始まり、情報の獲得とコミュニケーションの手段として、ろう者の間で
大切に受け継がれてまいりました。かつては口の形を読み取る口話法等を主流として、手話を使用することが老学校などでも禁止されていた時代がありました。しかし、ろう者にとっては重要な対話の手段の一つである手話を、お互いの気持ちや考えを理解し合うため、また知識を蓄え、そして文化を創造するために必要な言語として大切に育み継承してきた歴史があります。そのような長い時を踏まえて、平成18年2006年に障害者の権利に関する条約が国連において採択され、手話は言語であることが明記されました。また日本国内においても、平成23年2011年に障害者基本法が改正され、すべての障害者は可能な限り言語、これは手話も含む、この他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるというふうに明記されました。手話を言語としたことに続き、平成28年2016年に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律によって、障害のある人たちに対する差別の解消とともに、その人権が守られ、社会参加への道が開けることが期待されるようになりました。手話への理解を深め、すべての市民の人権が守られ、地域で支え合い、お互いの個性と人格を尊重し合って共に生きる社会を実現するために、手段を講じなければいけません。手話言語条例は、手話を独自の言語体系を持つ言語と位置づけ、聞こえない人と聞こえる人が互いに理解し尊重し合うことを目指して、平成25年2013年に鳥取県が全国で初めて制定をいたしました。全日本ろうあ連盟の資料によりますと、同様の条例、手話以外の意思疎通手段も対象とする条例を含むを制定した自治体は、令和5年2023年5月16日現在、全国で36都道府県17区340市92町4村で計489自治体であります。当庁においても、聴覚障害を持つ方々の重要なコミュニケーションの一つである手話を、より多くの人々が共有することになれば、互いの意思疎通はさらに広がっていくのではないかと考えます。また、声を出せないときの避難所などの会話のツールにもなる手話について、当庁の取り組みはどうかお伺いをいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。皆さん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。上井議員の手話言語条例の制定についての質問にお答えいたします。手話言語条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に努めるとともに、多様なコミュニケーション手段への理解促進、利用推進を図ることで、障害がある人もない人も互いに尊重し、安心して生活できる共生社会の実現を目指すことを目的としたものであります。手話言語条例の県内の制定状況については、県及び3つの市で制定されている状況です。町では障害者施設の総合的かつ計画的な推進に関する必要な事項等の調査審議を行う阿見町障害者施策推進協議会を開催しておりますが、この手話言語条例の制定につきましても、委員の皆様のご意見をいただきながら検討してまいります。以上です。はい、15番上井和美君、はい、ありがとうございました。手話は言語という考え方について、町の見解をお尋ねいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。おい、はい、失礼。保健福祉部長山崎弘明君、
はい、はい、お答えいたします。先ほども議員もおっしゃられました通り、2006年12月にですね、国連の方で、障害者権利条約ということで、手話は言語であるということが、国際的に認知されたというふうに承知しております。町の見解といたしましては、この条例に定義されているように、手話は音声言語と同じ言語であるというふうに認識してございます。また、手話の普及等に関する町の施策としましては、町の要綱を整備しまして、手話通訳者派遣事業や手話奉仕員養成講座事業のような、このような事業を実施しております。そのような事業を広報しまして、手話が音声言語と同じ言語であるということを多くの方に認識していただけるよう取り組んでおります。以上です。はい、15番上和美君。はい。我が町の聴覚障害の方は、令和4年度の現在で2級が31人、3級が25人、4級が22人、6級が41人で、計119名いらっしゃいます。公的資格である、手話通訳士、また行政が派遣する手話奉仕員、通訳者は、やはり不足しているというのが現状であります。手話通訳者になるにはまず入門1年、基礎講座1年、手話通訳者養成講座2年、そしてその後茨城県の手話通訳者試験に合格した後、国家資格の手話通訳士試験の合格というふうになりますが、その合格率は 10% から 20% ということで、かなり狭き門となっています。一方、手話奉仕員につきましては、市町村が実施する手話奉仕員養成講座、これは終了した人のことなんですけれども、手話奉仕員養成講座は入門課程と基礎課程に分かれています。基礎課程を終了すると、市町村に手話奉仕員として登録されますが、登録に試験を課している市町村もありますが、中には自己申請で登録できる市町村もありますし、また厚生労働省障害者社会参加促進事業の中で手話奉仕員の養成派遣事業を行っている地方自治体も多くあります。当庁の受験者数は令和元年には3人、コロナ禍で中止になった後、令和、3年には4人で、令和4年には12人というふうに増えております。土浦、阿見、美保の3市町村で、講座人数が決まっていますけれども、土浦がご承知の通り、この4月に手話言語条例を制定をいたしました。そういったことから関心がかなり高まるんじゃないかなというふうに思っていますので、受講者が増えるのではないかと思います。人数の割り振りに関しては大丈夫でしょうか。ただいまの質問に対する答弁を求めます。保健福祉部長、山崎弘明君。はい、お答えいたします。受講者につきましては、実は令和4年度におきましても阿見町の枠を超えた申し込み者がありまして、そういったことがあったんですけれども、希望した方が受講全員で受講できるように調整をしていただいております。で、今後もですね、同様にですね、そういった希望者があった場合には調整をお願いしていきたいというふうに考えております。以上です。はい、15番上和美君。分かりました。要請する方一人でも多く誕生していただくとありがたいなというふうに感じております。で、ご承知の通り、2021年7月1日からこの公共インフラサービスとして電話リレーサービス、これですよね、これ阿見町のホームページからも取れるんですけど、総務省が出しているものですけれども、これが全国で導入をされました。で、どのように啓発しているかっていうのと、当庁の利用状況分かれば教えてください。
ただいまの質問に対する答弁を求めます。保健福祉部長、山崎弘明君。はい、お答えいたします。電話リレーサービスなんですけれども、簡単に概要を説明させていただきますと、聴覚や発話に困難のある方と聴覚障害者等以外の方との会話をですね、通話オペレーターが手話、文字と音声を通訳することによって電話で双方向につなぐサービスでございます。電話リレーサービスで実現される主なものとして、24時間365日対応ができると、それから緊急通報の対応も可能であると、それから通話の相手方と双方向での発信が可能となってございます。その他ですね、お店への予約、家族友人との連絡などお互いにやり取りをすることが可能となっており、聴覚障害者との意思疎通として非常に有効な方法と認識しております。現在町ホームページに情報を掲載しておりますけれども、今後広報アミにおいてもですね、これを掲載して周知を図ってまいりたいというふうに考えております。また当庁の利用状況ということなんですけれども、こちらはですね、個人と提供機関、このリレーサービスをしている提供機関との契約となっておりますので、利用状況などの詳細については把握をしてございません。以上です。はい、15番上井和美君。はい、これ5月26日の茨城新聞の記事なんですけれども、県の聴覚障害者協会の水戸でのそのリレーサービスの状況が載っています。これをぜひ普及させてもらいたいということを、この協会の吉澤会長がしっかりと訴えていらっしゃいます。非常に便利なものですので、ぜひ啓発していただければなというふうに思っています。で、また聴覚障害者からの要望とかがあると思うんですけれども、なかなか声をこう訴えていきづらいということもあります。聞き取り調査というのは行っているんでしょうか。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、保健福祉部長、山崎弘明君。はい、お答えいたします。ですね、直接的な聞き取り調査というのは今行ってはいないんですけれども、令和5年度6年度を2か年かけて障害者基本計画というのを策定していく予定でございます。令和5年度はアンケート調査を行ってまいる予定でございます。そういった中でですね、聴覚障害者を含む関係者の皆様へのアンケート調査を予定しておりますので、そのような機会にですね、要望等の方をお聞きしていこうというふうに考えております。以上です。15番上井和美君。ぜひ寄り添って声を聞きに行っていただきたいなというふうに思います。で、先ほどの手話言語条例ですけど、これは手話で学んでみませんかって、これ東京なんですけれども、東京都手話言語条例ができましたということで、こうやってポスターをこういろんなところに貼ったりしながら、チラシもいろんなところに出したりしながら、手話の重要性を訴えているんですけれども、この手話の、言語条例につきましては、平成25年の議会の一般質問で久部屋光議員が発表されていました。で、その後平成27年2年後の2015年第1回定例会におきまして、手話言語条例の制定を求める請願書を、私も紹介議員として提出させていただきまして、で、議会で採択をされました。で、阿見町議会から国会に意見書を提出しました。で、当時は本当にそれがまだまだ普及していなく、国へ訴えていく状況でありましたけれども、当時から8年経ちまして、条例制定の自治体もどんどん増えていっております。町としての考えについてお尋ねいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、保健福祉部長、山崎弘明君。はい、お答えいたします。請願以降ですね、県の方とか、それから県内市町村、県の方も平成30年に
条例を制定して、まあ、先ほどもありました通り、土浦でも今年度から施行されたということがございます。徐々に進みつつある状況であるというふうに認識してございます。障害者の皆様が地域で安心して生活できるまちづくりのためにですね、必要な条例それから施策について今後も調査検討してまいりたいと考えております。以上です。はい、15番上井和美君。阿見町にはその障害者聴覚障害の方の会というのがありません で手話サポートをするあのタンポポっていうグループが一生懸命頑張っていらっしゃるんですが、その中でも2人しかいらっしゃいません。で、まあ、手話は聞こえにくい人にとって大事なあの対話の手段でありますので、音声言語と同じように自然に身につくっていうのがこれはまあ理想かなっていうふうに思うんですけれども、それがなかなか学ぶ機会が確保されていないというのが状況であります。で、教育現場の手話の習熟やまた教育機関への手話通訳者の配置もほとんど進んでいないというのが現状であります。で、また当事者が医療現場へ出向くときに、日常生活のさまざまな場面で使える環境整備が必要ではないかというふうに考えております。改正障害者基本法の第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けておりまして、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広めて、聞こえない子どもとかあと手話を身につけて手話で学べ、また自由に手話を使って、さらには手話を言語として普及して対話をしていくと、それを研究することができる環境整備に向けたの法の整備が国として実現することが非常に重要であるというふうに考えます。で、学校現場での、手話教育も増やしていきたいというふうに思っています。これはもう前々から教育委員会にもお話をしていましたけれども、まあ、なかなか授業の中で取り入れるのは難しいということをお聞きしていたところでありました。学校教育課の方にちょっとお尋ねをしたいんですけれども、子どもへの手話の学習についてその後現状はどのようになっているかお尋ねをいたします。はい、ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、指導室長岡野智弘君。はい、お答えいたします。学校での手話につきましては、総合的な学習の時間で、まあ、福祉分野の学習を行う際にこうアイマスク体験ですとかそういったものと一緒に、まあ、これまで主に小学校4年生あたりで、取り入れてきた経緯がございます。ただ、ここ数年やはりコロナ禍で学校に外部の方をこう招いてということはここ3年間ほどできておりませんので、まあ、今後手話の体験等も含めて積極的に行うように周知の方を行ってまいりたいと考えております。以上です。15番上井和美君。はい、ぜひ学校の方でもそのようにお願いをしたいというふうに思っております。最後になりますけれども、当庁には先ほど申し上げましたように聴覚障害者協会というのがありません。で、聴覚障害者のほとんどの方は家にいることが多くて、また人と接して手話を使って会話するというところまでいかない人もたくさんいらっしゃいます。手話サークルの中でも先ほど申し上げたように聴覚障害の方は2人、あとは手話を広めたいという方が集まって20人ほどいらっしゃるということでした。聞こえないからやはり外出が不安であったり、また今まで差別を受けていたことによる、まあ、心 の, こう問題もあって、人と接するのが億劫になったりとか、そういう一人一人さまざまな思いがあってなかなか表に打って出ることができないというのが状況でありました。これは当事者の方に直接お聞きをして分かったことなんですけれども、まあ、行政でもサークルを作るバックアップをするなどの施策を、まあ、なんとか社会全体で会話の壁を取り払う施策を、まあ、作っていっていただきたいと思うんですけれども、
手話 の普及を強く要望することと、この手話言語条例の前向きな動きをお願いしたいんですけれども、最後に一言お願いいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。はい、保健福祉部長山崎博明君。はい、お答えいたします。先ほども申しました通りですね、障害者の方々の、安心してできるまちづくりというようなことで考えていきたいと思いますので、そういった条例それから施策について前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。はい、15番上井和美君。はい、先ほども本当に申し上げましたように、なかなか自分の声で自分の思いをこう表に出すことができないでいるもどかしさというのがそれぞれの方がおっしゃっていましたので、どうかその心の声を引き出すような形で寄り添っていただければなというふうに思いまして、この手話に関する一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、はい、これで15番上井和美君の質問を終わります。